おはようございおはようごまざす、いぜんまくん。朝一番になでなでされて嬉しいね。おはす。ぐるぐる言っております。よう。おいしい、ぜんくん。おはようって。ぜんくん、ぜんくん。どこ行くの？移動？はい、ぽんちゃんもおはよう。おはようございます。ぽんちゃん、ぽんちゃん、はい、おはよう。ぽんちゃん、ぽんちゃん。うんちゃんくん。ぽんちゃん、はい、そしてジャン君、ジャン君、今、クロケン王子さんが勝手に歌うチャンネルの方の生配信を終えたところです。で、必ず歌の時はここで寝ている。あれ、2人いる？いる。ちょっと今電気つけ上に乗ってんのがポンちゃんかな。ジャン君はほとんどケツしか見えてない状態だね。た。そうですね。はい、奥とのいうこ方とにで、そのうち出てきて遊び回るんでしょう、きっとね。ぐっすり眠ってるジャン君とポンちゃん。今日はですね、ちょっとオープンマイクに行きたいなと思っていてですね、オープンマイクっていうのは歌う、お金をちょっと払って歌うやつです。近所にね、友人のスタジオがあって、そこでやってるんですが、今まで一度も行ったことがありません。そのうち顔出しますって言ってるばっかりで、ちっとも行けなかったので、今日は、多少ね、喉の、ダメージは残ってるんですが、スチームの吸引を、機械をもらったのでね、それをやったところ、少しいい感じです。なので 喋ってると、うるさいですか？これから、行きたいと思います。ジャン君とポンちゃん、起きて遊んでくれたらいいんだけどな、まだ少し時間があるのでね。はい、どうぞ。さあ、そろそろ行こうかな、どうしようかな。行こうかなと思ってるんですけど、どうでしょただいま。ポンちゃん隠れちゃって。ジャン君、待った？よ
今日はオープンマイク11時まで行っちゃった。だいぶ遅くなっちゃった。早く帰ってくるつもりだったんだけどね、盛り上がったんです。そして喉の調子もまあまあかな、歌えなくはなかった。これで少し明日の夜までに回復するかですね。ジャン君、ジャン君、後ろ向く。ポンちゃん、ポンちゃんトイレ。さあ寝る準備です。